禁煙チャレンジスタートです。ね、私いろいろ調べたんですけど、今日さ、この後にとあるものを買いに行こうかなって。パッチがあるの、今いいパッチがね、禁煙パッチ、それをちょっと試してみようかなと。そのね、こういうシールみたいのを貼ると一時的にニコチンは吸収されるんだって。ニコチンが吸収されるんだけど、その量が減ってくみたいな、日付でね、どん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 減らしていくみたいな。だから体から抜けていくよみたいな。ガムとかもあるんだよね。で、そういうちょっとグッズを買いに行こうかなみたいな。薬局行って。うん。でもね、1日目、2日目、3日目がやばい。3日目が一番禁断症状が出るって言ってたかな。そこを乗り越えられれば、あとは、行けるみたい。そういう環境とかね。そういう場所とかに行かない限り。で、そこから自分の意思。ニコチンが抜けるのに3日ぐらいかかるみたい。それで抜けてから自分の意思との戦いよね。そこが乗り越えられれば1週間、1ヶ月、ね、1年ってなるんだよ。うん。なんで急にやめようかなって、いや、ちょうどいいかなと思って今お部屋とかも片してるし、自分を変えていこうかなみたいな。健康面とかもちょっとね、考えようかなみたいな。うん。アイコスを捨てろ。もったいないじゃん、捨てたな。オブジェで使えんじゃん、こうやって立てかけてたりとかさ。こうね、美しいじゃん、デザインがさ。光沢があってね。結構よくできた棒だよね、この輝きとかさ。ねえ、何かに使えるかもしんない、これね。夜のお遊びとかにも。こう棒みたいに、指示棒みたいにも使えるじゃん、こうやってね。こうやって。イエスとか、ノーとかさ。うん。もしかしたらこれが命をね、救ってくれるかもしれない。地震、大地震が起きて、この棒があったから助かったみたいなエピソードも出てくるかもしれないよ。これがあったから、ね、危機を免れたとかさ。何言ってたのに。でも捨てて失敗したらまた買わなきゃいけなくない？そうじゃん。もったいないじゃん。いや、このね、うちにあるタバコはあとこれだけなんですよ。実はこの、もうこれしかないの。この一箱しかない。これと、アイコスを吸うのはこれでしょ？一本でしょ？二本でしょ？二本。で、3本でしょ ?3 本。4本でしょ ?5 本でしょ ?6 本でしょ7本でしょ ?7 本。で、8本。で、9本でしょ ?9 本。9本かな？あ、10本で、10本。10本。10本かな？ちょうど。もうないね。2階にはない。2階には私置かないのよ。いつも下から持ってくのね、私。え、スタートになった？ちょ、最後だけダメかな？ 1 本だけ。ラス1。これ今吸ったら、脳幹で、ゼロかな。もうダメ？もうダメ、ルール的には。よーし。よーし。やるよ。今日から禁煙だ。ちょっとね、顔が怖くなりますけどね。それは許して、禁煙してるかな。いろいろね、みんなに八つ当たりとかも多くなりますけど、こちらですね。今家にあるのは。これをどうする？これを。こいつをどうするか？こいつを。もう捨てる？これ全部捨てる？これ。もらったやつもあるけど、リスナーさんかな。
でも捨てて、やっぱさ、取っといた方がいいんじゃないかな。いろいろ思い出があるんだよね。これはケンジ君と付き合ってた時でしょ。これ元彼と一緒に、ね、初めてラブホ行った時に使ってたね。これ三重県で。三重県のね、ラブホってバニラでさ。うん。バニラかリラックスかなんかそんな名前だったけど、ね、ケンジ君の思い出があるんだよ、これな。これもリスナーさんからもらったんだよ、ゴムをさん。うん。これはね、紫ね。でちょうどエヴァンゲリオンとかさ、映画が流行ってさ、このモデルが出たんでね、紫モデル。これ、ね、ブル、ナイトブルーっていうかさ、パープルブルーか。うん。いや、捨てることはもったいないんじゃない？だってこれ1本2、3000円でみんな。3万円のものを捨てるってことになるよ。全部で。やっぱ取っといた方がいいんだな、思い出で。メルカリで売れんのかな？じゃあ、思い出があるの。だからこれは元彼のケンジ君と初めてラブホ行った時使ったでしょ？で、こっちはね、これは一緒にバンジージャンプ飛んだ時かな？去年の。誕生日ぐらいの時だよね。で、これは、よく、あ、東京駅で使ってたね。東京駅でなんか、新作を、乗り弁かなんか買った時にこれ使ってたな。ね、思い出が一つ一つあるのよ。これはアマゾンタイプね、これね。色が。アマゾンタイプ。で、リスナーさんからもらったやつが結構ね、半分ぐらいがリスナーさんからもらったやつだ。半分以上か。自分で買ったのはこれでしょ？これとこれだけだ。あと全部リスナーさん。いいの？リスナーさん。悲しむかもしんないよ、捨てたな。リスナーさん泣いちゃうよ。私たちがあげたもの捨てられちゃって、みたいなさ。そうね。もう捨てなきゃダメだよね。ありがとう。今までありがとう。今までありがとう。たくさんの夜を過ごしたね、私たち。たくさんの夜を過ごしました。たくさんの朝を迎えました。ありがとう。ありがとう。君とはね、よくお散歩したね。出張先でなくしてね、ホテルのフロントに預かってもらったこともあったかな？いろいろね。名古屋とかにも行きましたかね。この子もね。水没をさせてって何？どういうこと？何水没って。だって捨ててんだよ。捨ててんの。なんで水没しなきゃいけないの？わざわざ身濡らさなきゃいけないの？後で拾う？だってゴミ箱でゴミ箱から拾うなんてそんないやらしいことしないっすよ。そんな、乞食みたいな。ゴミはゴミでしょ？ゴミ箱だからゴミ箱なんでしょ？じゃ、もう拾ったんじゃない？あなたたちがガチャガチャ言うから一回外にリセットしたの。かわいそうじゃなってさ。電化製品の濡らしちゃったらかわいそうじゃない？そのために生まれてきたわけじゃないんだよ、この子たちは。ちゃんと通電さして、フィルターさしてあげて煙吐くために生まれてきたんじゃん。コンセプト違うじゃん。違う。じゃあ何、これを水没させたら私は禁煙できるの？みんなを信じていいのかい？とりあえずそっからスタートってこと？とりあえず物をなくすみたいな。うちかな？わかった。もう、お鍋がいいの？何で水没？あ、昨日のやついいや。本当に濡らすとさ、できなくなるの？しょうがないな。オリーブオイルでいいかな。そこまで信用度がないの？一本一本やるじゃん。水でいいじゃん。何でもよくない水分だったな。でも一発で壊れちゃうよ。これ水につけたの。いいの？それで本当に。いやー、もう手が震える。怖い。失うのが怖い。もう棒で相棒なのにさ。棒で相棒なんだよ、この子たちは。もう、24時間私は握ってんだよ、この子たち。ごめんね、ちょっとリスナーさんにもらったものもあるけど、私の健康のためにね。ああ、これ持ってないと不安、マジで。どうし、もうこれを持ってないと不安なのよ、こうやって握ってないと。常に。これがなくなっちゃうんだよ。
どうすりゃいいの、これがなくなった。何を握ればいいの、私自分のここ握るもんが変わるってことかな。うーわー、ごめんなさい。世の中でタバコ吸えない人たくさんいるのに、ねえ、アフリカはこんな無駄なことをしちゃって、火事になるって言ってる人いるよ。ショートして水に濡らしちゃったらダメだったよ。で、今いたいた、リチウム充電器があれなんじゃないの、水に濡らしちゃダメなんでね、モバイルバッテリーとか、リチウムバッテリーでしょ、これ。水の中入れちゃダメって言ってるよ。どういうこと？ならない。水はダメって言ってる人いるよ、本当に。発火するって言ってる人いる。やめた方がいいって、火出るからって言ってる人いるよ。電源入れてなきゃ大丈夫。入ってんだけど、思いっきり全部。じゃ、何？電源を一個一個消してくの、これ。あ、今消した？これ電源入ってない、今。え、これ入ってんのかな？わかんないな。入ったか。これで消えたかな。地球の環境によろしくない。だって、だから捨てない方がいいんじゃないの。環境によろしくないって、か、私の体と地球の環境だったらどっちが大事？地球だよね、もちろんね。ってことは、禁煙しちゃダメってことじゃない？そう、小さなことでみんな揉めてんだよ。地球の環境を考えると、これをゴミに出すの方が悪いと。ね、大きなところで考えると。ちっちゃいんだよ、私たちが悩んでるの。禁煙するとか、喫煙するとかの。クソ企画って言うけどね、もうじゃあ行くよ。これがなくなるの、あー、これがなくなっちゃうのか、このグリップが。もうこの持ってるだけで落ち着くんでね、これがなくなる恐怖、明日からこれがなくなる恐怖よ。これがなくなっちゃったらどうしようみたいな。失恋と一緒よね。最愛の人と別れて、明日からどうしようって、どうやって生きとこうみたいなさ、もうそういう気分。うん、さようなら。ちょっともうちょっとね、もうちょっと見ていい？この素材を、メタリックなとこ、ブツブツを。あ、綺麗ね。だってこれ1本3、4千すんだよ。それが何本よ、これ10本あんだよ。10本。これ全部。3、4千円よ、これ。これ、高くない？なんか全部で2万円とかだよ。2万円もこう、今おじゃんにするってことよ。一気に？でもさ、そうじゃないともう禁煙できないかな、マジで。そんぐらいの気持ちらの禁煙に成功した人って。こういうことするの、やっぱり禁煙中ってさ。もう目についちゃダメってことだよね、多分ね。おお！危ないなぁ。びっくらこういったわ、もう。心臓飛び出るかと思った、今。リチウムはダメだってよ、これ。水に濡らさないで、じゃあゴミで出すか？ちょっと本当に調べて、リチウムイオンバッテリーってね、この中に入ってんだけど、水につけて、あ、今なんか、定型文みたいなのが来たね。リチウムイオンバッテリーは、ちょっともう一回出して。水は、反応を引き起こすと、ショートして火災の原因になるってよ。水や液体に濡れると、じゃあそのまんま捨てればいいんじゃないの？ゴミ箱に。で、今文章が来たもんだって、危ないんだって、火災の原因なんだって逆に。なんで禁煙するんだか、もう体に悪いからよ。で、タバコ代も高いし、ちょっと自分を変えたいなと思ってね。そう。吸ってない自分の方がいいのかなと思ってさ、今だって吸える場所も少なくなってきたし、生きづらいっていうの？うん。な、これ水はやめよう、ちょっと危ないみたい、発火する原因だって。な、もう手で壊しちゃえばいいんじゃないの？あ、逆に危ない。爆発するか。そうだね。バッテリーだから爆発すんね。危ない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 。叩き壊してボンで、あの、ライターと一緒で、ライターと。でもう捨てるしかないねん。捨てるしかないよ。ん？アイコスのショップに？アイコスストアに回収のやつがあるの？あ、そういうとこに出さなきゃダメなの？これって。普通に私ご、普通ゴミで出してた、今まで。モバイルバッテリーとかも。今から行くじゃん。ちょっと探してみるね。何？アイコスストア。アイコスストア。アイコスの公式店舗っていうところだね。アイコス回収とかで調べられるのかな？
銀座、名古屋、梅田、心斎橋、広島、福岡しかない。で、近くのところで調べてみますね、今。横浜だと、うちの近所ですと、ないね。横浜駅とかはあるけど。でもさ、タバコ屋さんとかで回収してくれそうじゃん。タバコ売ってるとこだよ。なんかその売ってるとこ、売ってるとこだった。電気屋さんにあるの？ええー、いいんじゃない？これは置いといても別に。めんどくさくない？だってパッチも買いに行かなきゃいけないし、禁煙パッチね。今日そっちの方がメインなんだよ、捨てるより。じゃ、禁煙パッチをやるんだよ、今日からね。やめられないって今吸ってないじゃん。私もう20本ぐらい吸ってないよ。やめてんじゃん、20本。吸ってないでしょ？いや、たった20分だけど、私の周期で考えるともう2本ぐらい吸ってるよね、この時間にね。あ、ダメ！考えちゃダメ！あー！今吸ってる想像したらもう欲しくなっちゃったよ、ほらもう想像したらダメよ、想像したら。やっぱり捨てよう！捨てる。庭に埋めるか。今は庭に埋めるわ。とりあえず。これね、この中に、なんか袋かなんかに入れて、庭に埋めるわ。この袋に入れて。じゃあ掘り返したらわかるじゃん、だってもう。もう10本入れるか、10本ね。もうそうに。危ないんで、電気屋さんに回収してもらうっていうか、普通に燃えるゴミで出せると思うけどね。じゃあもう封印をすればいいんだよ。わかった。ね？もうちゃんとみんながわかるように封印をします、これ。封印。もう開けたのが一発でわかるようなやり方でやるからね。もうわかる。みんながわかるような。もう絶対こいつ開けたなってわかるようなやり方ね。もう開けれないようにね。封印よ。私普通の紙タバコ家にない。ライターもない今。普通の紙タバコないっすよ。巻きタバコっていうか。ね、これだったらもうわかるでしょ、開けたの。あ、開けたなって一発でわかるじゃん。もうね、切れてたりとか。それとももうぐるぐる巻きにしちゃう？ぐるぐる巻き。ぐるぐる巻きにしてなんかシールをベタベタ貼ってみたいな。まあ、みんながね、信用しないからな。信用する方法を取らないとね。こうぐるぐるにするか、こうね。これでいい？これでもうわかるでしょ、開けたな。いや、特級呪物じゃないかな。でも、そんぐらいの勢いで、これで私寿命が10年。それ、これを頑張れば10年寿命が伸びるのよ、私。ガチで。やっぱ10年違うみたいよ。吸う人と吸わない人ね。でも今からだと間に合うんで元に戻るんだよね。体はやめれば。時間かけて戻ってくの、体を。で、今だって別にハエとかに病気があるわけじゃないんだし、癌があるとか。まだ間に合う段階よね。1本隠してるな、隠してないっていうの。これで全部だよ、ほんとに。これどう？ちょっとここが気になんね、ここね。
これ入れるの忘れちゃった。なんかここにドッキングさせようかな、こうね。これでどう？これでもうわかるっしょ？二階を見せて、だから二階はタバコないっていうの。あ、でも空き箱とかあるよ。あの、吸った残りとかさ。半端なやつはあるけどね、何本かは。寝るとき吸って、こうポンって置いたやつとかあると思うけど。ただ、アイコスの機械がなきゃ吸えないじゃん。これ全部入ってるから、アイコス10本だ。うん。な、この中途半端なね、2本のやつはもう捨てちゃうね、これね。じゃ、ちょっと見に行く、もう。うるさいなぁ。じゃ、あるじゃんって言ったけど、言ったじゃん。もう余りみたいな、カスみたいなやつよ。下から持ってきて、上で吸うから、そんなに入ってないんだよ、ほら。カスみたいなもんでしょ？もうこれでない。家の中のタバコはもう全部ここにまとめた。カートンも。で、機械もここに全部まとまってる。今30分。いけそうじゃない？今もう30分我慢してる私。一本も吸ってないよ。カバンの中とかさ、もういい感じだよ。ないって、まあ。ないから。カバンね。はい、ない。ないでしょ、ほら。ないから、カバンの中。で、ない。私は、出かけるときは全部入れて、帰ってきたら全部出すの。タバコとか、ここに入れっぱなしにしない人なの。本当に。で、家に出るときはここに入れて、出ないときは入れないのよ、ほらね。入ってないでしょ？もう入ってないんや、ほら。ね、中もね。中も入ってないですよ、ほら。入ってないでしょ？これなんだ、何の領収書だ、これ。19,000、あ、大きいね。これと、ダメな。取っとかないと。ね？ないでしょ？ほら。ないでしょ？ない。ポーチの中に入れないんすよ、私。これはもう化粧品とかそういうのしか入ってないの。はい、入ってないよね？入ってない。どう？入ってないでしょ？アイコスの本体も入ってないでしょ？リュックをひっくり返して、もううるせえな。ね、ポーチも入ってない。これはタバコケースだけどね。ティッシュとタオル。タオル今入ってない。これか、タオル。入ってないでしょ？で、これはまあ普通にアルコールでね。アルコールと携帯トイレ。で、お財布も入ってないでしょ、ほら。入ってないよね。はい、入ってないよね。OK。で、これモバイルバッテリーだね。普通だね。で、この、いつもこのポーチを入れてんだけど、この中にも入ってないよね、これね。これ、ガジェットポーチ入ってないね。オッケー？もう家の中もうこういうのが嫌なんだよ。真面目にやろうとしてんのにさ。服の中とかないんだよ、そんなんさ。身体検査じゃないんだよ。空港の税関じゃねえんだよ。なあ。私、ありません。何もしてません。持ってません。じゃないんだよ。なあ、偽ブランド品かなんか中国人がさ、持ち込もうとしてね、金とかさ。
で、あとは、禁煙グッズを買いに行きましょう、今かな。私、昨日調べてね。でもさ、俺ガチでやる人が調べるしよ。やらない人調べないじゃん、鼻から。そうでしょ、こうやって企画でもやんないし、みたいな。私は本気で禁煙しようと思ってんの。で、禁煙パッチっていうのがあるんだよね。それでダメだったら病院行くしかない。このニコチネルっていうのが今流行ってんだって、これ。これが効くみたい。これ薬局で売ってんだよね。このガムとパッチね。うん。これで結構やめられた人多いみたいよ。やめられない人はもう外来、禁煙外来に行かないとダメなんだって。これでダメだったらね。精神依存とかもあるかな。ガムクソまずい。はぁ、なんか尋常じゃないぐらい汗か、湧き汗が半端ないんだけど。もう考えない。タバコは考えない。もう、タバコは忘れよう。この世から消そう。もうこの世かな、もう元からタバコがなかった世界。ね。この世の中にはタバコがないんだよ。ちょっと休憩してきまーす。OK。じゃあ外配信しましょう。よし。トイレで伏せ？あんな短時間で吸えるわけないじゃん。吸えてもね、一口二口。吸えてもね。見せてて、トイレをなんで見せ、もうやだー。信用されてないの。ないって。ないでしょ。ないよ、どうしたら。どうしたら、ズルはしないもん。ズルはしないか。ポケット？あ、ズボンね。これポケット付きね、これ。はい。これ今出した。じゃあこっちも。ね？お腹も何も隠れてないっすよ。どう？何もないでしょ？へその下とかないでしょ？じゃあこれ以上は見せれないもんだって、バンになるもん。結論はなんかさ。な、この、なんだっけ、さっきのニコチンパッチをちょっと試してみる。1日、2日、3日間みたいな。で、山ちゃんとの旅行も重なってんだよね。で、ぶっちゃけイライラして山ちゃんぶん殴っちゃうかもしんない、私。この禁断症状が出てね。真面目に山ちゃんぶん殴るかもしんない。そんぐらいの勢いよね。いや、ダイエットにはならないの。タバコをやめるとね、太るらしいんだよ。そう。食べ物が美味しくなってなんか太るとか言うよね。必ず太るんだよ、やめた人って。食べ物を食べる時間が多くなるのかな？食べ物が美味しく感じるんでしょ、多分。あ、でもさ、あれは吸っていい？ベイプは。ベイプはいいよね。だってニコチン入ってないもんね。うちベイプあるんだよ。ベイプはニコチン入ってないもん。入ってるやつもあるんだけど、私が持ってるやつは入ってない。不正じゃないよね。だってニコチンが入ってなきゃタバコじゃないじゃん。だって。ちじゃ、どうしても吸いたくなった時に、だってイライラを抑えるため、禁断症状が出るからさ。吸いたいって。それで吸っちゃうんだよ、みんなね。禁断症状が出てね。だったら吸って、ごまかすみたいな。飴とか舐めたりとか、吸うじゃん、みんな。ね、ガム噛んだりとか。禁断症状絶対に出ると思うよ。落ち着かなくなったりとか。二階でアイコス、だから二階は見せたでしょ、ちゃんと。全部ここの中に入ってる、10本。確認するから見せて何が？あ、ベイプを？あ、でも捨てたかもな、この間。家にないわ。捨てた。片付けてる時に。捨てちゃったわ。で、そのさ、禁煙パッチみたいな、薬局で売ってるやつで、禁煙できたよって人いる？あの、アカウント出していってみんな。あれどうなんだろう？できなかった、無理。やっぱ病院なのかな？で、とりあえず1日2日様子見てみる、それで。それで無理だったらもう病院通う。禁煙外来。うん、無理だったらね。眠気がやばくなるんだ、そうなの？病院行っても一緒だよね。病院もこういうのもらうんだよね。こういうのをつけ、貼ったりとか、薬かな？
その量を、最初はニコチンが入ってんだけど、どんどん減らしてくんね。いきなりなくしたら禁断症状が出ちゃうからね。徐々に、こう、時間をかけて、少なくしていくみたいな。そうすると体が抜けるみたいな。うん。で、グラフを見たんだよ、昨日ね。普通の人のバイタルはこうなんで、まっすぐなの、平常時は。ただ、タバコの人って、吸わないとガンって、このラインから下に行くんだよ。で、吸うとドンって上がるんだよね。ドンって、あの、幸福度みたいな。幸せ度が上がるのよ。それ吸わないとドンって下がるんだよね。だから、ハマっちゃうわけよ。結局。この、みんな平常時はこうなんだけどね。まっすぐなんだけど、その浮き沈みがあるんだって。で急にやめると、ドンって下がって我慢できなくなっちゃうんだって。だから徐々に、上げさしといて、こうやって、ここに、こうやるんだって。ここに、ここのラインに持ってくみたいな。こうやってね、こっからこういう風に上げさせてみたいな。うん。私もクリニックでやめれた？じゃあパッチを行きますか。でもさ、飯食った時は一番危ないよね、マジで。今は我慢できてるの、吸いたいなんてないんだよ。今我慢できてるの、ぶっちゃけ。飯の時が一番やべえよな、ほらな。飯。歯磨きをした方がいいの？あ、ここにタバコが残ってるからってこと？でも今、タブレットみたいのね、舐めてるよ。歯磨きタブレットみたいな。うん。じゃあ行きますか、みんな。初めてのパッチを。久しぶりの外配信だね。自転車で行くか？あ、でもさ、運動も気晴らしになるんじゃない？歩いて行こっかな。自転車だと気晴らしになるのに、歩いて、風景見たりとかさ、そういうのがいいんじゃない？お散歩とかね、運動。じゃあ庭に埋めなくてももうわかるよね。これをさ、ビリビリってやったらわかるじゃん。ここに置いとくね、ずっとね。あ、でも目に見えないところに置いた方がいいのかな。家の中に置いちゃダメなんじゃない？やっぱり。ちょっと待って、どうしよう。とりあえず今日はここでいいよね。とりあえずね。まだ禁断症状出てないから。ゴミに出せないから今すぐ。ワンチャン明日だね。金曜日ゴミの日だから。明日出してもいいんだよ。で、隠すと今度探しちゃうじゃん。で、目についても見つけちゃうし、みたいな。どっちがいいの？もうわかんない。初めてだから私禁煙ってね。初めてだの人生で。ねえ。もう16の時から吸ってるけど、ねえ。初めての禁煙は。そうなんだよ。16じゃないね。初めてタバコ吸ったの。中学2年生かな。うちのお母さんのタバコ盗んでね。マルボロメンソールライトだよ。うちのお母さんが吸ってんの盗んで、そっからハマっちゃったんだよね。うん。いや、それがバレちゃって、あんたってね。吸うんだったら目の前で吸いなよっていう。火事になるからって。こそこそ隠れて吸うんだったらね、うん、吸うのはいいんだけどってね、隠れて吸うのはやめなさい、危ないからって言われたの、うん、じゃあ私もね、不良だったかな、そのなんつうの、昔から吸ってんだよと、うん、それをやめろとは言わないからみたいな。でもその時やめろって言ってくれればよかったよねやめろっつってね、こんなにハマんなかったんだよ親のせいにすんなよと。でぶっちゃけそうじゃね、そこで取り上げられてたらもう吸えない状況というかね、マルボロメンソールナイトがあったから今ハマっちゃったんだよな、メンソールにそうだの。たださ、最初吸った時はさ、めちゃくちゃまずかったんだよね。もう咳込んじゃって、なんでこんなまずいの吸ってんのみたいな。一番最初ね、タバコ吸った時の印象、クソまずみたいな。ごほごほってさ、咳込んじゃって。ただ、そうさ、吸ってくうちに、それがわかんなくなってき、なんか、わかんなくなってきちゃったんだよね。うん。なんかもう中毒になっちゃったんだろうね、吸い始めてね。そこでまずいと思うとこでやめてたな、なんなかったんだろうな。みんなだってまずいと思うじゃん、タバコ臭いし、みたいな。
あ、外行くね。じゃあ、買いに行きます、パッチを。そのままお待ちください。切り替えます。10、9、外配信に切り替えますね、こっちに。8、7、6、5、4、3、2、1。あ、ちょっと待って、Wi-Fi 入ってました。ごめんなさい。よいしょ。でもさ、あるじゃん、関係性あるじゃん。タバコ、周りタバコ吸う人だったらさ、一瞬タバコ吸おうってあるじゃん。例えば、機長くんとね、ホテルの外とかでさ、喫煙所で話したりとかね。まあ、りょうたは吸わないけど、無限くんとか吸うしょ、ゼロワンも吸うしょ、山ちゃんは吸わない。ダッスーはめちゃくちゃ吸うしょ、ひどんなちゃんは吸わない。ふじみちゃんめっちゃ吸うじゃん。あたしと同じでしょ、ふじみちゃんの吸い具合って。あと誰だろうな、周りで吸うし、養分伊藤くん吸うでしょ。で、部長山田くん、この間来た人も吸うじゃん、バカ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 さん。で、小前くんも吸うでしょ、めっちゃん。だ、喫煙者の方が多いんでね。小町くんは吸わないでしょ。うん。配信者は8割強って感じだよね。で、そういう状況で、ね、見てて我慢できんのかなみたいなさ、そう、お付き合いみたいなのもあるじゃん。喫煙所行こうぜ、みたいなさ。それごめんなさいってね、私タバコやめたんでって言える？タバコもうやめたんでって誘わないでくださいって言うの？意志が弱すぎて何？いや、こいつつまんねえ、付き合い悪いなってさ。じゃ、しょうがないから言えないかな。じゃ、一緒に喫煙所に行くじゃん。こう、じーっと見てんの？みんながタバコ吸ってる気、黙々の中をさ。ね、あそこに突っ立ってこうやってずーっとタバコを吸ってるのこうやって見んのかな。そういうのが怖い。じゃ、お酒は飲まない。あー、でもそれと一緒だね。お酒飲めって言われて飲まないっていう時もあるじゃん。うん。一杯以上飲まないでしょ、私。じゃあ、とりあえず行くか。ちょっとね、歩きながら話しましょう。歩きながら。ちょっとパッチを試してみようぜ。パッチでダメだったらマジで病院行く。じゃあ、切り替えます。19、8、7、外配信になります。うわ、めっちゃ雨降ってる。どうしよう。雨つら。傘さしてく？これさ、ずーっと今週雨なの、明日も明後日もね。You have pen. I have a pen.アポペン On is this love I need you おI need you は出るんだね。発音が良ければ英語も出るってことじゃない？これ面白いわね。オンナンカムサムニジャンイジンボンドンオムニッサムナッダ。やっぱ日本語に反応してんじゃない？和製英語じゃん、さっきの I need you とかね。変な言葉は反応しないんじゃないかな、多分。カラス語、カラス語はしてないね。やばい、タバコ吸いたい。来た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 。来たよ、これ。もう、タバコ吸いたくなっちゃった。どうしよう。タバコ吸い、来ましたよ、禁断症状が。こう、テンション上がってるとちょっとやばいかもね。テンション上げ上げだとちょっと、タバコ吸いたくなっちゃうかもしんない。だから今かな、ちょっと薬局に行ってね、禁煙ガムと禁煙パッチっていうのを試してみる。初めて。そう、薬局でね、売ってるんで、お薬みたいのがさ。とりあえずそれをやってみますよ。まだ体の中に残ってんだろうね、多分ね。ずーっと私吸ってたじゃん。寒。気温18度だ。寒くない。今日ちょっとね、微妙に長袖なんでね、これ T シャツじゃなくて。これこの間リスナーさんにもらったんだけど、中途半端な丈なんで、これちょうどいいね、今の時期ね。これいいんすよ。5分だけぐらい？そう、5分だけぐらい。7分だけではないね。5分。半分ぐらいじゃん、ほら。風がすごい。これもさ、傘面白いでしょ、ほら。これもスヌーピーの、あれになってんのよ。スヌーピーの顔の傘。スヌーピーのね。スヌーピーの傘。めっちゃ重いんだよ、これ。いけないとこ。すんごいの重量が。おしゃれなんだけど。普通の傘の3本分ぐらい重いんだよ。お母さんって何？何お母さん？ん？思い出しちゃった？お母さんを。私の母性が溢れてて、みんな思い出しちゃった感じかな。結構ね、最近母性溢れてるねって言われるんだよ。あら、これなんかタクシーが止まってんね。ここに。珍しい。こんなとこに止まるの？あー、病院だね、病院。女性の方の病院、通院だね。ああいうさ、通院代も大変よね。車とか持ってない人、免許とかない人はね、バスとか、こういう雨の日は、タクシーとか使う人多いんじゃないかな。とか、めんど
くさいからね、足悪かった。あ、やべ、めっちゃ吸いたい、こういう暇な時。時間の暇つぶしどうしよう。こういう時こうよね、やっぱね。この5分間何しよう、これちょっと困ったな。深呼吸をした方がいい。いつもと変わんないな。ただ家の中よりは美味しいな、空気が。家の中ずっと引きこもってたから、1週間ぶりぐらいに外出たね、私ね。お外いいわ。何買うの？なんか禁煙グッズ、そのパッチってやつとガムみたいな、あとなんかいろいろあれば買ってみるわ。そのなんつうの、パイプみたいなのもあるでしょ、多分禁煙パイプみたいな。もうとりあえず全部やってみよう。だベイプいいと思うんだけどな。ベイプはやだ、ダメだっていう人もいるんだよね。あ、開きました。電気つきましたね、今。もうちょっとかな、もうちょい待ってみようかな。何買うの？だから禁煙グッズ今かな。で、ここおにぎり50円なんで確か。おにぎりも買おうかな、朝ごはん。禁煙になりやすい食べ物ってあんのかな、なんかね。なんか脂っこいもんとかさ、吸いたくなっちゃいそうじゃない。さっぱり系の方がいいんじゃない。どちらかというと、とんかつとか食べた後さ、すっごい吸いたくなるね。ラーメンとか。コーヒーがいいの？禁煙の時って？へぇー。逆にコーヒーにはまっちゃいそうだよね。アマゾンでも売ってるよ、禁煙グッズって。でもまあ、薬局で買った方がいいんじゃない？こっちの方が多分安いと思う。このドラッグストアってさ、安いよね、値段ね。飲み物もそうだし、食べ物も結構ね、スーパーより安いものもある。基本的に料金設定、飲み物とか安いよね、水とかさ。なぜか。あれ、これもう開いたのかな？行ってみる？いや、今でもタバコ吸いたいってなってないね。吸いたいってなった時にあれを食べた方がいいんでしょ？もうだって1時間禁煙成功してるよ、私。もう1時間経ってる。いけんじゃないこれ。いけるよね、今回。本気になればいけんね、私だってさ。ただね、ご飯食べた後が一番やばいと思う、マジで。飯の後のタバコはうまいからな。ほんまに。もうマジ吸いたくなるかもしんない。飯食べた後にガムだね。ガムをくちゃ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 噛めばいいんだね。そうだよね。その時に使おう。発動させよう。まず一発目ね。初めてのガムで。だって3日間だと今日から始めたら、木、金、土でもろね、山ちゃんとの旅行に被るわけよ。やばくない？もう超イライラしながら旅行に行くことになるよ。山ちゃんと旅行中に禁断症状が出る可能性が高いよね。マジやばいだの。山ちゃんはタバコ吸わない。だから逆にいいかも。相手が吸わないから、吸う人だったらもうイライラするもんね、吸いたくてね、こっちにね、ずっと見てさね。もうそういうものが視界に入るとさ、気になっちゃうじゃん。甘えてんじゃねえって。もう1時間吸ってないんだけど、私が結構ね、順調っすよ今。イライラしてない全然。いや、1時間はね、人生初です。初めて1時間タバコ吸わなかったの。そういうなんかどうしようもない状況とかもあるじゃん、喫煙所がなくてって。そういう状況以外は初めて。やめようと思ってね。いや、すごいよこれは。あのさ、頑張れとかないの？もう。やろうとしてんのになんかさ、コメントうざいよね。マジうざいよね。頑張れとかないの？応援するとかさ、そういうの。もう鼻から否定するよね、ここの人たちってマジで。そういうのがうぜえんだよ。やる気なくなんだよ。そういうの。そういうのめっちゃイライラしてね、失敗に終わるんで、あなたたちのせいを失敗に終わってんのね。ちょっと待ってね、もう一回説明書見てみるね、この、あーやばい、吸いたいかも。ちょっと吸いたいわ。タバコを吸いたいと思った時に、1個ゆっくりと間を置きながら30分か60分かけて、だ結構くちゃ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 食べるんだね、これね。
そういうことだよね。1日の上限が24個を超えないでくださいだって。1時間に1個ぐらいのペースかな、24時間で割るとね。まあ、寝てるときちょっと余分に考えて21日24個を超えちゃダメなんだって。だからこれ1箱あやだあー飛ばされちゃった。ってことは24個だから24時間で割って1時間で1個ペースで食べていけばいいのね。で余分でちょっとあるってことだね。マックス24個だ。ご飯いただきます。今日はパリジェンヌさんです。あのひでママが愛したパリジェンヌですね。毎日買ってたね。こちらコロッケパン220円、フィッシュ&ドッグカレーソース、こちらが値段が300円ぐらいかな。でこちら焼きそばパン、これが200円ぐらいだったっけな、ちょっと覚えてないんだけど値段。美味しいのよ。でリスナーさんもね、聖地巡礼で来てハマっちゃってるみたいよ。でいただきましょう。どっちから食べるか、久しぶりだねパリジェンヌ。焼きそばパンから行こうかな。めっちゃ久しぶり。焼きそばドップカンで食べよう。相当しばらくぶりを私食べてなかったかな。1ヶ月ぶりぐらいかな。これ見てこのボリューム、わかるほら。あーまた風で飛んだ。風が強いね。いただきます。おいしいわ。グーね。やっぱ焼きそばパンこんぐらいボリュームないとね。これぐらいよボリューム的に。あやだ、大丈夫、セーフ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 でーす。ちね、ボリュームがありすぎてて食べづらいんだよこれ。わかる、こぼれちゃう。ゆっくり食べないとこうポロ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 落ちちゃうしね。このボリュームのはみ出てんだもん。ほらなんか袋を支えにした方がいいんだね、こうね。ただ袋も飛んじゃうんだけど、ここにこう入れてみたいなね。そのために袋があんだもんね。一口では食べれない。だってこう重さ 400g ぐらいあるんだもん。ボリュームすごいよ。400はないね。400はないけど100はあるんだよ。100は 100g 以上あるでしょ、どう考えても。うん、でもさ、この値段で出すって大変ね、こんなボリュームで。多分ね、儲けとかじゃないんだと思うよ、ここのお店さん。これをさ、だって250円出せんだね。うん、売り上げほとんどないと思うよ。だから仕事が好きなんだね。好きっていうか、なんていうのかな、そう、ボランティアみたいな感じだよね。
ちょっと食えりゃいいやみたいな。うん。だってさ、週末になるとここの店がイベントをやったりとかしてんだよね。子供のイベントをさ、開催したりとか、早食い大会とか、あとハロウィンのイベントとかクリスマスのイベントとかもやってんのよ。いい店でしょ。でこの間私も早食いを誘われたんだけど、夕方からスタートなんでね、いつも早食い大会ね。だこの焼きそばとかをさ、たくさん食べるとかさ、カレーとかね。そう、誘われた、出てみなよって。それもやればいいじゃんって、配信ね。出たら多分優勝できると思うけど、あれ夕方だからね。そうさ、タバコやめるとさ、本当に太るって本当？元から太ってる人はさらに太るってことで、今私は制御されてるってこと？今タバコ吸ってるから制御されてる状態ってこと？そう、制御とかじゃなくて、吸ったら痩せるってわけじゃないんでしょ？やめたら今よりは食べるようになるよってことでしょ？うん。いや、元から食べる人はそんな変わんないんだよ。口元ずっと寂しいじゃん、だって。ねえ。あー、思い出しちゃった、あの居心地。ピエーン、あのこの感じ、今まで忘れてたのに、私タバコのこと思い出しちゃった。アイコスのことフラッシュバックが来たね。今1時間半禁煙してん、1時間半っすね。やばいよ。うん。これね、さっきのね、このね、これよね。この緊急ガムよ、これね。食べ終わったら絶対これだわ。もうタイミング的に。焼きそばだけでいいの？いや、まだまだあるよ、次。シリーズありますよ。もう揚げ物ばっかだけどね。これがコロッケパン220円。で、コロッケを2個乗せてんだよね、こうね、切って。普通のコロッケを切って、こう入れてるみたいな。1個分あるってことだ。220円安いよね、こんな、ほら、またボリュームすごいっしょ。2個入ってんだから、これ1個分だ。この半分にしてんだよね、こうね。こういうことよ。これをこう入れてるってことでしょ？うん。いや、そういうの説明しなきゃわかんない人がいるの。それ何食べてんのって言うのよ。もう明らかにコロッケパンってわかるじゃん。それ何食べてんのって言う人いるのよ。ね。もう明らかにね、じゃあ、とんかつ食べてた、それ何って何食べてんのっていう人いるよね。半身。かき氷食べてた、それ何食べてんのっていう人いるよ。あ。いいんですか。いただき。お騒がせします。コーヒーもらっちゃった。オーナーかな。いつものコーヒーも。これがね、美味しいのよ、また。お父さんの。だから電話とかしないでって言ってんの。別に無許可でやってるわけじゃない。だったらあっちを電話するべきでしょ。順序が違うんだよね。電話するべきとこはさっき言ったね。ドラッグストアなんて無許可でやってんだから私。そっちを電話しろよ。こっちはね、許可取れてんの。やるとこ間違えてんだよ。これね、無料でもらえるのよ。
コーヒーいつもこれね、サービスで、これがね、ブラックで美味しいのよ。そう、お父さんが入れてくれるのね、オーナーが、おじいちゃんが。みんなにじゃないよ、私にだけ。これ売り物だからね、売り物。確かね、無料だったっけな、無料かな、一杯無料かな、そこに置いたんだよね。でも機械が置いてあるってことは無料なのかな、どうなんだろう。でもさ、無料だったらみんな飲んでっちゃうよね、ガバガバ飲むじゃん、みんなここで持って帰るじゃん絶対に。ってことは有料じゃね、あんまり持って帰る人見ないかな。ちょっと見ていい、有料か無料か、どっちだろうな。あ、有料だね、有料、有料だね。多分値札ついてなかったけど有料っぽいわ。だって無料だったら無料サービスって書いてあるもんね。そうじゃない？無料でどうぞとか書いてあるじゃん。って書いてないってことは有料だよね。うん。あ、でも前行ったパン屋さんはドリンクバーみたいなコーヒー無料だったんだよね。ヒゲのパン屋さんっていうとこは。うん。監視カメラ監視中って何？どういうこと？ねえ、なんかやった？家に。じゃ、マジやめて。家になんかした？箸うざいんだけど。で、結局あれでしょ、こっちで電話ボロクソ言ったからだろう、なんか家に呼んだんだろう、警察とか。いいよね、ブツブツ一人で何もないっすね、通知来てないっす。やめてくれる、本当に驚かすの。で、パン屋さんはここはね、食べていいのよ、イートインスペースなの。ここでみんな買ったやつ食べたり、なんつうの、この町内会の人がさ、ここで休んだりとかね。で、子供ちゃんもそこで、ここがいたりとかさ、みんな集まれる場所みたいの提供してくれてんねん。春になるとみんなね、花見を、そこで桜がさ、これ全部桜の木なんだけど花見をしてんだよね。うん、それで春はさ、一緒にカラオケ大会したのよ、町内会の人とね。みんなでカラオケ大会してね。しかもさ、結構うまいんだよね、おばちゃんとかね、おばあちゃんか、演歌マジうまいんだよ。なんかさ、昔の人の方がさ、歌上手だよね、あのおじいちゃんとかおばあちゃんの方が。めちゃくちゃうまい人いるんだよ。こいつの話つまんないか、コメ欄で話さないか。はい、お前なんか相手にされないよ、しかとで。うん、ごめんね、ヨギママだと思うけどね。ヨギママはオワコン、相手にされないか。コメントしててもヨギママヨギママって言わなくなったから。カマチョなのはいいんですけどね、本当のオワコンってね、名前にも出されないこと、それがオワコンなの。まだヨギママって言われてる時点はいいんだけど、それをもうみんなね、スルーし始めたらオワコンなんですね。気につけ
いや、死んだ人はちょっと失礼ね。この間ヨギママがね、料理配信をね、久しぶりにやってたね。見た人いるかしら。30人ぐらいでやってたけど、な、変なぐっちゃぐちゃの作ってて、またなんかクレープを作ろうとしてぐちゃぐちゃになってたの。うん、クレープだ、クレープぐっちゃぐちゃみたいな。なんかそういうクレープあんのかな。あんじゃない、今流行りのぐちゃぐちゃクレープとか、クシュクシュってなってるやつ顔もクシュクシュとか、もう悪口だよねそれねダメでしょそんなひどいよもう。でもさ、ヨギママをさ、誕生日のさ、バンジーに誘ったんだけど、なんかね、私はねちょっと怖いの、高いの苦手だから遠慮しとくわって言われちゃった。一応ね、昨日ね、誕生日バンジー考えてたのはキャリーちゃん、柿達くん、ヨギママ、ドラ猫先生、メンツはねすごいメンバー。あ、あと、愛子ちゃんだ、愛子ちゃん。愛子ちゃん、ドラ猫先生、柿達くん、キャリーちゃん、ヨギママ、私みたいな。ドラ猫先生はね、多分ね、山ちゃんをゲットすれば呼べるんだよ。ね、山ちゃんの言うことは聞くかな。山ちゃんを誘えばセットで頼める。あと、トキ静香ちゃんだ。トキ静香ちゃん、ヨギママ、柿達くん、キャリーちゃん、ドラ猫先生か。でもね、メンバーシップのみんなはそれじゃ嫌だって言うんだよ。ひどんなちゃんとか、ふじみちゃん呼べとかね、こまえくん呼べ、ジョリーズジュニア呼べとかさ、ジョリーズジュニア嫌だとかさ、TikToker の人呼んでくれて、TikToker 嫌だとか、結構分裂したのよ。うん。でもね、去年と同じ人を呼ぶとしたら、みんな誘わなきゃいけないじゃん。うん。そうでしょ、みんな。また、ゆめきくんとかさ、ほよくんとかさ。まあ、それでもいいんだけど、またなんか喧嘩とかなったら嫌だな、みたいな。こちら、フィッシュ&パンですね。これも揚げ物。フィッシュ、白身魚。フィッシュドッグカレー&ソース。やっちょくんはね、毎年来てるからね、ダメ。なんか誘ってもないのにダメとも言ってないかな、私。ね。ダメとも言ってないし、誘ってもないんだけど、毎年お祝いするってことでね。今年も来てくれんじゃない、今年も一瞬飛んでくれんじゃないの、うん、なんか今回はワンライブの中からオーディションみたいなのしようかなって。ワンライブ所属メンバーからね、新人発掘じゃないけどさ。でもワンライブはキャリーちゃんとか柿達くんもいるし、コマエくんもいるし、キチョウくんもいるしね、あとマリオくん、カヤクくん、あと誰な、トキ静香ちゃん、カシンくん、パルパルちゃんね、みんな入ってるよ。うん、あとブナマヨちゃんとかも入ってる。ブナマヨちゃん、太郎くん、天然ストレートくん、さとみちゃん、部長山田くんも、まゆちゃんも入ってんの。さとみちゃんってあの金番さんの元カノね、金番さんの元カノいるじゃん。あとあきこママも入ってんね、ワンライブ。ポルポンもね。で、三駅はこよくんも入ったでしょ。うん、
で結局さ、そうして麺継ぎ麺になるときはさ、もう誰誰いらない、こいつを入れろとかわがまま言うじゃん。だからオーディション形式にしたのね。ちゃんと飛びたいっていう人を募集しようかなって、こっちから来てくださいって言うんじゃなくてね、うん、バンジージャンプ飛んでみたいよって人さ、何基準？飛びたい人で、枠は12枠あります。ね、前半後半6人ずつで 6の12人枠を取ったんでね、昨日。だから私含めたら11人残り11枠でも、料金とか自分で払ってもらうよ。1万8000とか9000円かかるけど、だって1回飛ぶのに1万9000円とか8000円かかんねん。2万円だとして12人だったら24万になるんだよ。まあ私は毎回払ってない、それは自分で負担してもらってる。ただ前乗りとかでね、宿泊するときとか交通費とか全部出してる、あのレンタカー借りたりとかね。うん、そうなのよ。でも今回は前乗りもしないし、まあ各自っていうかね、私は負担するのは少ない。いや国内だともうね、高いとこないのよ。だって日本一を飛んじゃったから去年。だから来年に向けて練習って感じ。今年は 100m のとこ飛ぶ。またもう日本一は去年飛んだんだよ。去年は 200m 飛んだけど、マカオは来年10周年だから、その時に飛ぶ。来年の11月ね、誕生日と10周年なの、私。スペシャル企画として。今年は9周年。じゃ、ビビリとかじゃない。10周年に合わせた方がいいよねって話になったの。海外だし、世界一だし、スペシャルじゃない？ねえ。海外旅行もあって世界一のとこ飛ぶしみたいな。何が10周年なの？あの配信ね、配信を始めて来年の11月で10周年の。だ来月は9周年、9年目。その11月なんだよ、私ね、やり始めたの。うわ、風が。赤ちゃんたちが。バイバーイ。じゃあこうみんなほら、あれね。いっぱいいるでしょ。かわいいでしょ。ちゃんと帽子かぶってね、みんなね、おとなしく。あのカートかわいいよね。私たちの時代カートなんてなかったよね。なかったよ。いや、なかったなかった。もう勝手に歩きぐらいの感じよね。ついてこいみたいなさ、紐みたいのあったから、なんか紐持ってなかったっけ、紐をついてくみたいな持って、みんなこういちいち紐があってさ、それを持ってみたいな。うん、今いいよね、歩かなくていいからね。うちの幼稚園はさ、滑り台があったのよ、教室から。教室の窓から滑り台で校庭がに出れる、出てたんだよね。こうやって滑り台で。来た来た来た、今吸ってたわ、頭の中。今もう吸ってたもん。来た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 、今食べ終わったんだけどね。
ちょっともう、ダメだダメダメダメ。早く噛もう。もう吸いたくなっちゃった。もうちょっとギリギリまで待ってみようかな。もう限界まで。もう限界まで待って、そこで食べた方がいいんじゃない？待てるとこまで。まだちょっと我慢できるかも。しまーす。で、今手が吸ってたもんね。無意識に。無意識にいつもみたいにこっから取ってこうやってたもんね、今。やってたの。配信終わってからも吸わない。そうしないとだって禁煙なんてできないじゃん。逆に配信終わってからが地獄だよね。自分との戦いみたいな。今はみんなが応援してくれるからできるけど、こっから一人の戦いになるからね。うん。そうよ。あ、こういう白いガムだもんね。まだいけるかな。まだ我慢できるかな。ギリギリまで我慢するか。吸いたくなったらね、どうしようもない時ってことだよね。そっちの方が効力あるんだよね。ギリギリまで待った方が。イライラ、集中困難、落ち着かないなどの症状の緩和をすると。まだそこまでいってないもんな。あ、でもさ、ニコチン入ってんだね、これ。2mg 入ってる。あ、書いてあるわ。1週間ごとに1日の使用個数を1、2個減らしてくんだって。やっぱ一緒だね、やり方は。減らしてくんだ、徐々に。で、1日の使用個数が1個から2個になった時点で使用をやめますと。そうすると禁煙できてるよってことがね、減らしていけばね。ってことは1日24個まずは、これ2日分ってことだね、まずね。やばくね？これ高かったよね、4000とかだったよね。これ失敗したら高いよね、マジでね。そろそろかな。まだかな。まだ我慢できるかな。たださ、外にいるからなんか気が紛れてんだよね。多分これ家の中にこもってたらちょっとイライラしてるかもしんない。まあ、風景とかさ、風を感じたりとか空気吸ったりしてるかな。こうなんとなく体が求めてないというか、そのパチンコ屋なんて絶対行ったらダメだよ、マジで。もう入った瞬間に吸っちゃうかもね、パチンコね。パチンコ行ったら私10箱ぐらいタバコ吸うんだよ。もう入った瞬間自暴だよね、もう。パチンコ、だからベトナムの旅行が大変だわ、今年。ねえ、ベトナムはだって、歩きタバコも OK だしね、ホテルも吸えるし、みたいな。もう普通にそこら中で吸えんのよ。禁煙の場所がないの、ベトナムって。マジ。ベトナムやばいよ。どうしよっかな。まだ我慢できるかな。一回家に帰るか。帰ってから食べてみるか。ギリギリまでね。そっちの方がなんか効力ありそうじゃない？我慢した方が。どうなんだろう。我慢逆にしない方がいいのかな。どっちがいいんだろう。もう吸いたいなと思った時に食べるのが一番いいのかな。でなんかさ、その反動みたいの起きそうじゃない？我慢しすぎたな。反動がすごいみたいな。ちょっと禁煙の日をさ、記念してさ、撮影していい？ちょっとカメラね。
禁煙1日目みたいな、どう変わっていくかね。なんか顔とかも変わってくるんじゃない？これね、これはダメよってこと。これはダメよって。罰でね。禁煙みたいな。ね、これタバコ吸うじゃん。これはダメよ。禁煙ってこと。よいしょ。あ、やべ、吸いたくなってきた。吸いたい。まだいけっかな。あ、こんにちは。リスナーさんだね。吸いたいっす。あ、傘。傘忘れた。あれ、高い傘だからね、スヌーピーだから。危ない。雨が降ってないのに今に忘れちゃうよね、これ。雨止んじゃったかな。あった、ここに。ここにあった。よいしょ。うん。よし。そして向きが逆なんでね、ほら面白くない？逆向きなの。こうね、てるてる坊主みたいな形なの。そうそう、濡れないやつ。どうやって開くの？このまま普通に開くんだよ。普通に逆向きに開くの、こうやって。高いでしょ、このタイプのね。5000円ぐらいすると思うよ、これ。この逆向きの傘は高いよ、普通じゃないんだから。多分ね、スヌーピーが入ってるし、5600円とか6500円とかじゃない？スヌーピーの傘も。自分で買ってない。いや、想像ね。あ、余裕がなくなってきた。お家帰りたい、早く。イライラしてきた、マジで。落ち着かなくなってきたね。頑張ろう。未来の健康、寿命が10年ね、長くなるんだから、これで。頑張れば長生きできると。みんなから絞り取れんのか、あと10年。頑張れや。10年長く絞り取れると。ね。お家も建てられますよ。あ。ダメな、アイコスに見えた。吸っちゃうとこだったら。長さが一緒なんで、あのフィルターと白い入れるやつ。見える。やばい、落ち着かなくなってきた、マジで。もうタバコを探してるもんね、落ちてるやつもね。下に落ちてないかなって、1本ぐらいね、下に落ちてないかなって。禁断症状で初めて来たね。だから2時間今吸ってないんだよ。これ禁断症状でしょ、この落ち着かないの。
ニコチンが今体の中からなくなったんで、多分2時間でね少なくなってきてこれが出てんだよ。ただこれでまた吸えば落ち着くんだよ私はね。さっきのほらグラフを言ったじゃん、今が下がってるところなんで、これで吸えばまたね幸福度が上がるんだけど、でもやめれないんで今吸って、ガム食べるか、ちょっと家まで我慢できないな、ガム行こう、もう吸いたいもん。ダメだ我慢できないマジで。これどうやって開けんのこれ、マジ吸いてタバコ。よし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 、これで絶対にもう吸っちゃダメよ私。これどうやって開けんのマジで出てこないんだけど。押し出しますって書いてあるけど出てこないんだよね、押しても出てこないの。押し出しますって書いてもじゃあ本当に出てこないの。もうぐちゃぐちゃになっちゃってるもん、不良品じゃない？いやハサミ必要じゃないこれ、どうしよう。ここも開かない、あ、開いた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 、よし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 、初めての、あーちょっと待って、内髪だけじゃん。あ、来た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 。外髪外髪、いただきます。初めての禁煙、1日目です。キャー、クマンバチ、クマンバチいた、でっかいハチが。あ、美味しい、甘くて美味しい、クロレッツの甘いバージョンみたいな、はい、美味しい普通に。これを30分ぐらい、あ、でなんかビリビリする、何これ、なんかしびれる、なんかピリピリしないこれ。あ、これがニコチンなの、このしびれるのが。ニコチン入りだからこれ、なんかね麻痺する感じ、ピリピリピリって、なんか変な感じだねこれね。もう味がなくなっちゃった、もう味なくなっちゃった。じゃあ吐き出しちゃダメで、30分間噛み続けるんでしょこれ。あ、タバコ吸ったみたいになってる今、楽になった、きたきたきた、あの吸ってる感じ、タバコ吸ってるわこれ今、ニコチンが入ってくんだね体に、落ち着いた。いやほんとほんと、カーンってくる感じ今、カーンってくるじゃん、ふわーみたいな。いけっかな、ちょっと今日一日頑張ってみるよマジで。まずは今週は24個食べていいんだよね一日、それを来週から減らすってね。うん、傘持ってきてよ。そう、一日最初は24個が限界なんだよね。通常一日4個から12個から始めて減量していくと、一日の総使用量は24個を超えないでくださいと。で、禁煙慣れてきたら1ヶ月後ね。1週間ごとに、1ヶ月も食べなきゃいけないのこれ。1ヶ月後、1週間ごとに1日の使用量に1、2個、使用期間は3ヶ月だって。でもなんかこれ変な感じマジで。何これ。体に合わないんじゃないこれ。
こんなだるくなるの、なんかこう、わかる？ピリピリしてなんか引っかかるみたいな。これやったことある人いる？なんか変な感じ出るね。ニコチンがあれなのかね。量が多いんじゃない？これもしかして。心臓が悪い人は食べないで殺されて、狭心症もダメだって。これちょっとやばいのかな、マジで。不整脈の人もダメだって。じゃあこれさ、みんなこうなる？なんかこう、なんかだるく。なるの？このなんかこの喉になんか、最初ピリピリしてなんかこの辺がキューってなる感じ。なんかこの喉の奥かなんかグーってこうなんかつままれてるみたいな。なんかゲップが出そうで出ないみたいな感じかな。なんでピリピリするかわかんない。最初はピリピリしてたのに今はピリピリしてないよ。ちょっと待って、ね、ちょっと副作用見てみようかな。また始まったこの間みたいに。でも心臓が悪い人はダメなんだって。狭心症とか心筋梗塞、不整脈の人とか。使用後次の症状が現れて、口内喉の刺激感、あ、これだね。舌のあれ、味の変な感じ、唾液が増加、歯肉炎、顎の痛み、しゃっくりゲップ、ほら、さっき言ったじゃん、ゲップが出そうな感じって。あるんだね。でも次の症状が現れることがある。このような症状は、使用を中止しって書いてあるよ。この、うえってなる感じが出たな。いや、ダメってことこれ。刺激感とか出ちゃったな。ここに書いてあるんだよ。使用を中止してくださいって。私がもろ言ってる通りじゃん、これ。さっきから言ってたでしょ、なんかピリピリする刺激感。あと、ゲップが出そうで出ないみたいな感じ。じゃあ大げさじゃなくて使用を中止してくださいって書いてあるよ、これ。使用を中止しって病院に行ってくださいって書いてある。だって書いてあんだもんだって。そういう風にね、さっきから舌のピリピリするとか変な感じがするって言ったじゃん。それも書いてあんの。あとゲップが出そうな感じ、この。え、じゃあこれいいの？じゃあ食べて、なんか死んだらどうすんのこれね。いいの？このまんま続けて、本当に。ゆっくり噛むって書いてあるんだよ。噛んだら、この頬と歯茎の間に入れんだって、ここに。置いとくんだってか。この間かか。この間に。なんでなんだね。成分がじわーってくんのかな。30分かな。60分間。同じことを繰り返すんだって。15回噛んで、9、10、11、12、13、14、15。それでまたここに入れて、1分間以上ね。それを繰り返すんだって、ずっと。ずっと噛んでるだけじゃなくて、ここに入れて、リスみたいに入れて、また1分経ったな。まあ、また噛むと。めんどくさいけどね。まあ、慣れればできるんじゃない？よし、じゃあ今日一日やってみます。でもタバコも封印したんだよ。家にあると全部。今日一日これやってみるわ。で、無理じゃないの。だって禁煙に成功してる人もいるじゃん。ね。わからんよ。できるかできないかやってみないと。じゃあ監視カメラつけとくね。私ここに今日ずっといるから。監視カメラをつけとくじゃん。それ録画を撮っときます、一日中。でもそれを信用できなかったらやる意味なくない？もう吸いたいんだけど、そこまで言うんだったら。なんか頑張れない。そう、信用されてないのにやるのっていうの。なんか嫌な気分、それ。頑張ろうとしてんのにさ、隠れて吸ってんだろうとか言われたら。なんかやる気なくなる、マジで。本気で禁煙しようとしてんで、もう2時間私吸ってないんだからね。2時間20、最高記録だよ、これ。過去最高記録。今んとこでもイライラはしてないかな。でもっと波が来んじゃない？ 3 日後とかに。ちょうど山ちゃんと旅行行ってる時にブチ切れんじゃないの、私。ブチ切れるかもしれんな。だって禁煙に成功すれば明らかにみんなにわかるんで、タバコ吸わなくなるんだからさ、ぶっちゃけね。もうこの画面からタバコが消えるんだから、私が吸ってる場面がさ。ね。もう成功したんだなってみんなわかるじゃん。あ、そう、TikTok もできるしね。あ、やばい。ほら、タバコの話してたら吸いたくなっちゃったよ、もう。これ繰り返さなきゃ。ね、本当に。
だから嘘はつかないで、吸ったら吸っちゃったごめんなさいで終わる。ただ今んとこ頑張れてるからやってみようかなって言ってんの。頑張ってんじゃん。じゃあもう鼻からね、吸わないんだったらもうこれオチで吸ってるよ私も。これが全部ネタだとしてね。ネタでやってんだったらもうこの瞬間に吸って、じゃあまあ明日ねって終わってるよ。今日やってみるねなんて言わないじゃん、いつもの私だったの。で配信切って吸うんだったら今目の前でみんなで吸うっていうのネタだったの。オチで。まあ、そんな感じでちょっと頑張ってみるわ。もうイライラしてしょうがないから、この人たち。禁煙に邪魔な人たちなんで、いらない人なんで、さらに吸いたくなるんでね。ちょっと頑張ってみます、今日一日このガムで。これね、1時間に1個。はーい、じゃあお通りです。頑張ってみます、禁煙。はーい。